秋田県にかほ市から日本が世界に誇るものづくりに貢献、株式会社秋田マシナリー。私たち秋田マシナリーが得意としているのは高度な板金加工技術、半導体製造機械の筐体カバー類のほか、医療機器装置の部品など日本が世界に誇るハイテク機器に用いられる精密板金加工製品を製造しています。半導体や医療機器装置関連の部品は板金加工の中でも特に高度な技術が求められます。そのため私たちの工場には高速高精度加工ができるハイスペックマシンが揃っています。実際の作業でご紹介します。精密板金加工の作業はプログラミングから始めます。図面から読み取った部品の正確な形をレーザー加工機で切り出すために、まずは数値制御プログラムの作成を行います。レーザー加工機は金属の板から部品全体の形を切り抜くだけでなく、丸や四角といったさまざまな形の穴を開けられるほか、複雑なネジ穴加工も可能。厚さ3ミリのステンレス板も1分間におよそ3メートル分を切り抜ける高速作業に対応しています。レーザー加工機で切断した部分にはレーザーの熱で溶けた金属のカスが付着しています。その金属カスを取り除くバリ取り作業は精度の高い製品作りに欠かせない作業です。バリ取りの後にはプレスブレーキによる折り曲げ加工に入ります。折り曲げ加工は図面が示す形や寸法通りに正確な位置、向き、長さで金属を折り曲げる作業です。最新型プレスブレーキは折り曲げる角度の補正を機械がサポート、より正確な曲げ加工が可能となり、製造部品の精度向上に役立っています。最後の工程、溶接の作業です。この溶接は空気中の放電現象を利用したアーク溶接の一種です。アーク溶接は主に2種類に分類されます。一つは電極を手に持って金属同士を溶かしながらつなげていくティグ溶接です。もう一つは機械に固定した電極の間に金属同士を挟み、一定の圧力をかけて押し付けて貼り合わせるテーブルスポット溶接です。これらオートメーション化された製造加工ラインと熟練した技術で世界を代表するメーカーからの複雑で高精度のオーダーに応え、日本の製造業を秋田の地から牽引しています。また当社では人を育む希望をつくるをテーマに、未来を見据えた人材育成や研修制度の充実、資格取得の支援に力を入れており、定期昇給、夏季賞与、冬季賞与のほか、国家資格など業務に必要な資格取得にかかる費用を会社が全額負担、社内外で開かれる研修への参加も支援します。また女性社員はもちろん、男性社員も迷いなく育児休暇を取得できる環境整備、連続1週間程度の長期有給休暇を連続で取得できる体制作りなど、福利厚生の拡充も実践しています。その他ユニークな取り組みとしては、敷地内に従業員専用の畑を設置、みんなでその季節ごとの新鮮な野菜を収穫し食べるなど、職場のちょっとした息抜きに役立っています。私たちが掲げる経営理念は、
技術と信頼で顧客に確かな製品を提供し続けること。あなたも秋田マシナリーの一員として世界トップメーカーの半導体や医療に関連する最先端のものづくりに携わってみましょう。